こんにちは、実況のマーティーです。解説のジョーです。さあ、ここイタリアスタジアム、イタリア対ウルグアイ、どんな試合になるんでしょうか。スピーディーなゲームが予想されますね。はい、わかりました。まもなくキックオフです。前半のキックオフ、左にエンドを取ったイタリア、右にエンドを取ったウルグアイ。イタリア期待がかかります。そうです。今のプレーはいい攻めでしたよ。素晴らしいですよ。さあ、もう一度見てみましょう。シュート取った。よく取りました。今のシュートはいかがですか。真正面すぎましたね。シュート取った。よく取りました。惜しかったですね。真正面すぎましたね。点差わずか1点。1分経過。イタリア崩すことができない。タッチライン終わりました。イタリアスローイン。右へフィード。右へフィード。イタリア勝利。そうです。今のプレーは持ち味が出ましたね。さあ、もう一度見てみましょう。両チーム一歩も譲らない。ゴールライン終わりました。コーナーキック。ゴールライン終わりました。ウルグアイゴールキック。さあ、ここまでどうですか。はい、全く目が離せませんね。惜しかったですね。真正面すぎましたね。ウルグアイ繋げたい。シュート取りました。得点は1対1同点です。シュート取った。よく取りました。今のシュートはいかがですか。焦ってしまいましたね。イタリア崩すことができない。シュート。さあ、どう展開するか。シュート。イエスイエスイエス。ゴール決めました。11番ウルグアイ追加点。そうです。今のプレーはコースが良かったですね。さあ、もう一度見てみましょう。
シュート、やったー、ゴール、ゴール、キーパー、ゴール決めました。9番イタリア、同点。そうです、今のプレーは調子いいですね。さあもう一度見てみましょう。両チーム一歩も譲らない。残り1分を切った。右へリード、タッチラインを割りました。イタリアスローイン、カット、シュート、止めた。ウルグアイ、つなげたい。シュート、取りました。シュート、止めた。もう一度、得点は2対2、同点です。ロスタイムに入った。シュート、ウルグアイ崩すことができない。さあどう展開するか。シュート、取った。よく取りました。両チーム一歩も譲らない。シュート、イエス、イエス、イエス、ゴール決めました。11番ウルグアイ、追加点。そうです、今のプレーは、いやいや、文句のつけどころがないです。さあもう一度見てみましょう。ホイッスルです。前半終了、得点は3対2、ウルグアイリードです。後半のキックオフ、左にエンドを取ったウルグアイ、右にエンドを取ったイタリア。シュート、止めた。さあどう展開するか。シュート、取った。よく取りました。得点は3対2、ウルグアイリードです。シュート、取った。よく取りました。
ック通りません。カットシュート取りました。1分経過。しまいましたね。イタリア9番オフサイド。ウルグアイフリーキック蹴るのは5番。イタリア投げたい。さあ、ここまでどうですか？まだ分かりませんよ。ウルグアイ崩すことができない。ワンツー通りません。さあどう展開するか。得点は4対3、イタリアリードです。イタリアキープしています。どうです、今のプレーは全く素晴らしいですよ。さあもう一度見てみましょう。残り1分を切った。どうです。
今のプレーは。いや、見せてくれましたね。文句のつけどころがないです。さあ、もう一度見てみましょう。決めたいですね。イタリアリードです。シュート止めた。ウルグアイ繋げたい。この結果、どうご覧になりました？決定力の差が出ましたね。確かに、この調子で頑張ってほしいものです。さようなら。さようなら。